さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。2023年7月9日日曜日、生放送でございますけどもね、今日朝5時だったんですよ。心さす5時起きてロケ軽井沢の方行ってきまして、もうなんていうかね、はい、電池で言うともうない状況。ああないんですね。そうか、お疲れ様です。任せたぞって。あ、ちょっと荷が重いですね。荷が重くないでしょう。もうこの二人だと。いや、この二人。いや、なんとか。はい。まあ、安心も安心。自分たちが心配でしょうがないですけどね。お願いします。そんなことないですよ。いや。お願いします。チャンピオン。何のですか何のですか人生の。人生の勝ったことないですよ、僕なんて。一生もしたことないですよ。人生のチャンピオンのお二人でしょ。いや、何をもってチャンピオンか分かりませんけれども。はい。生きてるだけでね。それだとしたら、チャンピオン。全員チャンピオンですよね。ね、あ、嬉しい。チャンピオンありがとうございますけどもね。いや、疲れてますね。本当にゼロ。めちゃめちゃ。いや、もうね。いや、ここなんちゅうかね、もう、やっぱりなかなか。はい。大変ですよね、うん。ロケって大変ね。ロケって大変ですね。ね。オンオフの切り替えとかもありますし。最近ね。はい。ロケってね。はい。やるでしょ？以前よりね、ちょっとやっぱ時間かかるのよ、ロケが。やっぱね、ドローンの撮影がね、長いね。ありますね。ドローンがうわーって引いてさ、すごい壮大な景色撮れるじゃない、うん、はい。あれを撮る時間がめっちゃ長い。俺らが実動としてなんかやってる時間ってあんまり変わんないっていうか、短い。まあそんなに変わんないんだけど、はい、まあ特に年も撮ってきてるから、うん、そんなにそんな、朝5時から夜中の12時までみたいな、20時間ぐらいロケやるっていうのはないけど、うんうん、もう、ずーっとドローン。よくわかんない。もうそこ座ってて、はい、座ってて、喋っててください、みたいな。あー、多分ドローンがブーンって、ちょっと気狂いそうになる。ずーっとドローンの音してて。ありますね。ブーンってどっか飛んでてさ。はい、すいません。もうちょっといただきます。もうちょっとあります。そうなんだ。結構長いよな。ドローンの時間が。ロケ。手振ってもらったとか割りますよ。はい。もう、本当に、もう、なんでおかんでドローンって。そうです。あります。まあ、昔はそんな撮れなかったからね。確かに、その、わざわざヘリコプター用意して、お金がかかって、これはもう、大変なんですよ。今日はちょっとヘリコプター空撮出てますから、っていう大ごとか、はい、クレーンね。そうですね。クレーン用意しましたから、はい、今日は、みたいな、もう、ディレクターがブンブン出まして、今日はクレーン用意しましたから、みたいな感じだけ、今はもうドローン。ドローン。ドローンですけど、もうドローンも全員もう一緒ね。どのディレクターでも、どのプロデューサーでも、とにかくドローン。うわーん、もう全部一緒。ドローンばっかり。ドローン待ちもう3時間。もう、ドローンなんて俺らじゃなくていいんじゃないかと思うよ、本当に。うわーってなんだもん、だって。引いてく前は欲しいんですよ、あれさ、顔から引いてきたいっていう。CG やってくれよ。CG はダメですよ。なんか。CG はほら。似せた、なんか、似せたおじさん用意して。人形でもいい、別に。欲しいんですよ。ドローンとドローンなんだから。最終的にはね、だいぶ遠いですけど。はい。まあ、そんな愚痴言っててもいいですね、このラジオは。あれさんの愚痴言ってください。ご自身の番組なんで。そうですか？さ。トークもほどほどに。気になるお話ないですか？スレッズですか？あ、スレッズ。スレッズ。知ってますか？スレッズ。早かったですね、アリスの始められたのが。そう？はい。なんか、はい、あれね、ツイッターが、ちょっとなんか、いろいろ調整とかいろいろしてて、はい、調子が悪かったんだよね。あんまり見れなくなったりとかね。練習。あんまりたくさん見るとすぐ停止したりとか。制限かかってましたね。制限かかってね、はい。あれで、どうすんだろうと思ったら、インスタが、ちょっと、フライング気味に、SN、ツイッターに似たやつ、スタートしたんだよね。はい、今だっていうタイミング。今だっていうタイミング。それで結構もう7000万人、もう1億人近くが登録ということで。まあ、インスタやってる人は結構簡単に登録できるんだよ。そのまんま、
データ使ってそのままできるから気軽にできたんでちょっと始めてますけどね。はい。どうですか皆さん。あ、いや、僕も始めました。はい。なんかやってんの SNS。そうなんです。まあ、Twitter、インスタグラム。全部やってんの。全部やってるんですよ、僕。細々と。はい。本当に細々と。細々とって自分ではいいですけど。外からは嫌だな。マギロは僕、インスタやってないんで。TikTok は ?TikTok は、相方が、グリーンピースのアカウントで、はい、動画を流して。SNS は何やってんの ?SNS、僕、Twitter だけです。Twitter だけ。はい。そうなの、やっぱカッコつけたい。いや別にそういう、あの、透かしてツイッターだけにしてるわけじゃないんですけど、はい。SNS やってる間。山下達郎さんだな。そういうわけで写真がなかなか。Release a lot of stress. Now a variety program. さあ、こんばんは。太田プロの真治、広島軍団怪談時、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーム、アシスタント、はい、タイムマシンさん号山本と、グリーンピース牧野です。お願いします。さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーム、声も最後までお付けください。さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーム、改めてアシスタントは、はい、タイムマシンさん号山本浩二と、グリーンピース牧野です。生放送メール募集しておきましょう。元 AKB 北原理恵さんが8月30日に小説デビューとなります。おかえりメダカ荘を発売ということで、なんか内容はアラサー女性4人のルームシェアの物語。30歳を目前に仕事や恋愛、結婚、家族の悩みをリアルに描いた成長小説という、もう本当にありふれた小説です。オリジナリティあふれた彼女なりの目線で切ってくれるんだと思います。これだけじゃもう買おうとは思わないね。アラサー女性4人のルームシェア物語で、30歳目前に控えた女性が仕事、恋愛、結婚、家族の悩みをリアルに描くっていうの、引きにならないよな。まあ、でも独自のね、何か描写があるんじゃないでしょうか。北里英ならではの。いや、ないと思う。はい。そんな激しい、あの、性描写があるわけじゃないだろうし。ね。彼女の生きてきた何か功績みたいなのをクッと、はい。入ってるような気がしますけどね。はい。ちょっとこ、他の、なんかちょっとこう、なんていうの、引きがあるポイントがないと、ちょっと買おうかなと思わないかも。一旦でも、処女作は北里英のっていう意味では、ちょっと興味あるなってことありますよね。現実的にどう？めっちゃリアルに。いや、俺やっぱ北原がやっぱりこのサンドリーファミリーだからね。はい、そうですね。どう？めっちゃ北原理恵が、はい、小説デビューまではいいじゃない。はいはいはい。で、北原理恵が元 AKB48 の北原理恵さんが、はい、アラサー女性4人のルームシェア物語。30歳を目前に仕事や恋愛、結婚、家族の悩みをリアルに描いた成長小説。はい。どうですか？もう、ブックオフにあったギリぐらい。失礼です。言うな、お前。すいません。すいません。いや、まず一読あれです。そうですね。失礼いたしました。そうなの？一回もちろん読んでみたい。なんでそんなこと言えるか、はい、そうですね。マキロ。一回やっぱ読んでみたい。はい、言わなおかしいな、はい。すいません。ずっと読みたいですもんね。えまず、はい、やっぱり自分で買って、はい、やっぱり一読してみて、はいはいはい、感想でしょ。これはダメだよ。そうですね。ブックオフにあっても俺は読まないよ。いや、それ読んでもないのに、そんなの意見はないよ。あれ薄いとかなんとか、引きがないとかってなんか、ちょっとこのテーマだけだとちょっと引きがない。はい、ああ、すみません、すみません。うん。はい。だからもっと、なんかもっとこう、いい コピーっていうかさ、宣伝文句があるんじゃないのって言って、はい。なるほど。もっと、どっか。あ、これちょっと、北原理恵はまああんまり別に好きでも嫌いでもないけど、うんうん、これちょっとでもこの内容だったら読んでみようかなっていうこう一個ないかなっていうの、こっち宣伝部長として、あ、嬉しい、我々が宣伝部長になってやろうじゃないか。喜びますよ、それ絶対。このコピーじゃ絶対買わないよって、はい、元 AKB48 の北原が30歳の女性の悩みをリアルに描いた長編小説、長編じゃないけど成長小説じゃ買わない。はい。北里英間に合うぞ、今からでも。なんかこう、はい、もっとないか、激しい性描写ある。それが、そうですね、確かに。はい。もう、なんかもっとないのかっていう。
まあ、バイオレンスとかでもいいし、自身のあの北原さん、うん、そんなバイオレンスを描くか、なあ北原さんって内面そういう一ところがあったんだと思わせたいじゃない、うん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 、そうですね、確かに、はい、アラサー女性の何が言うんですか、いや、別れもなくて過去だ、良さそうですけど、いや、アラサー女性のリアル過去だろ、それ、はい、自身の目線でね、はい、一読してみましょう、皆さん一読してみた上でとりあえずそうですね、はい、とりあえず、はい、感想を言い合いましょう、はい、私だけ失言でした、申し訳ない、はい、うん、俺もちょっと今言い過ぎて、はい、本当ですよ、うん、本当にめちゃくちゃしてましたもん、はい、だって、はい、というわけで今日のテーマはこちら本の話、本にまつわる話を教えてください。まあ雑誌でも週刊誌でもいいです、雑誌に載りましたとか、ね、うんうん、こんな本読んでますでもいいですし、電子書籍で本いっぱい読んでますとかね、本にまつわるお話教えてください。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体上に出てきます。だからこれ北原のことを言ってるけどさ、はい、お二人がさ例えば小説ね書くとしたらどうですか、はい、テーマは、あーテーマ、ナリティ、まあ目線的には芸人としてのなんかって思いますけど、まあ、全く違うことやってみたいですね。ファンタジー、ファンタジー、はい、魔法使いみたいな、お前が考えるファンタジー山本が考えるファンタジーですよ、はい、空飛んだりとか、はい、どうせどっかからパクってきて、いやなんでどうせって言い方、パクってきて寄せ集め、どうせって言い方なんですか、パッチワークだろどうせ、いやオリジナリティ溢れたいや絶対そうだよ、いやしょうもないもんだよ、お前の考えるファンタジーなんてな、パッチワークボロ切れ雑巾布切れ、言い過ぎ言い過ぎでしょ一読あれ引きあるじゃないですか、一回読んでみてください、とりあえず一回差し上げますんでその際は、はい、お時間ください、はい、ちょっと一読して、はい、お願いいたします、マイケルは、はい、小説書くな、でもやっぱり、やっぱ自分の体験談みたいのを書いた方が、お前の人生の読みたい人生でもないだろ別にまだ普通に結婚してさ東京住むのは厳しいからって市川に奥さんと相談して決めてさ、まさに普通のもう本当に平均的な、そうですね、あのこの関東近県に住んでる真面目な男のお話じゃん、は読みたくないよ、本当にだわ、本当ですか、別に何にもないんだろどうせいやいやそんな僕なりにありますよ、そんなもん、いや僕なりにあるんです悩みとか、面白い人のエッセイならまだしも何も起こらないよお前の、でも世間のニーズに合ってるんじゃないかなって、そういうなんか世間のニーズに合ってるからさそれは世間話だからねやっぱちょっとやっぱり小説っていうのはなんかこう日常からちょっと外れたいじゃない、やっぱそう読んでる間だけでもちょっとドキドキしたり楽しくなったりとか悲しくなったりなんでもいいけど、自分では味わえない人生を味わうことができるっていうのがこれが本の魅力なんですよ、これが本を一冊読んだらまた他の人の人生味わえたなっていう、得したなっていう、うん、やっぱこれが本ですから、うん、波乱万丈の人の本を読んでみたいですよね、そういうことなんです、平均的な男の日常を書いていやいや知ってるよいやいや俺だよこれ俺だよ、それもなんかすごいな、変な元ヤクザのとかさ、うんうん、なんかそんな人が書く平均的な日常があれ俺らと一緒だ、うんうん、っていうなら分かるんだよ、ヤクザの世界も会社と一緒だな、なんていうのはまだしも、はい、すいません、まあでも一度から、そうですね、とりあえず読んでいただいてから感想をくださいたどり着かないだろ最後までもう書かないだろどうせいやいやそんな男は小説を書こうと思わないんだよそう伝えたいんだよすいませんまあ私はちょっと無理でしょうね。いや本当ですか。有吉さんの聞きたいですよ。まあそれこそヒッチハイク行ってた時の話なんてね、やっぱりっはい人とは違う。日記をずっと書いてた、ね、そうですよね。あれはでも250万部走ったんですか。あれ持ってます持ってます。はっきり言って。はい、いや知ってますよ我々も。そんなね、はい、人生に何回もラッキーパンチは出ないですよ。あ悪いですけど。うんうんうん、確かに。はい。だからもう出版関係の人に言っときますよ。私はもうラッキーパッチは出ません。いやいや、いやそんなことないさ。たくさんその後も出されてて。そんな、はい、本当にプロのさ、ああいう本売るの上手な小説家の人たちはバン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 、そら、売れてお金持ちになってさ、ああいうの出版社に守られてるからさ、もうそらスキャンダルももみ消してもらうしさ、そら夢のような生活が待ってるわけだけどさ、そうですね、普
数はそんなもんね。歌だって俺一発当てて、あること小説本も一発当てますから、もうラッキーパンチ出ないですよ。もう右も左もパンチ潰れてますから拳がもう潰れてますから、あと噛みつくぐらいですから、金玉に噛みついてやろうかなぐらいのガッツはありますけどもね、あのパンチはもう打てませんので、ぜひもう本当にそれぐらいでいいならというあのオファーをかけていただくのは構いませんけれども、ちょっと100万ももう一回目指しましょうよみたいなことはもう一切もうあの目指してませんので、ぜひあのよろしくお願いいたします。大和君も牧野君もでもまだラッキーパンチは出てませんからね。これはでもまだだからそのチャンスありますよ。一回ぐらいラッキーパンチ出ますから。うわ嬉しい。誰でも。あじゃあ歌う。うん。もしかしたら歌今後出して当たる可能性もあります。ありますよ。番組とかと絡んだりとかね。それはそうです。はいはい。お願いしますよ。はい。ラッキーパンチ。もちろんですよ。歌どうですかラッキーパンチ。出させてくださいよ。ね。はい。一曲ぐらい。芸能やってる限りはやっぱり出てみたいですよ。ちょっとどうぞ。はい。それこそ、はい、新曲。はい。チャンスよ。はい、ありがとうございます。はい、夏に、セミが、ミン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 、ミミミミミン、ジー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 、成長したね。はい、僕と、はい、セミの、ジージー、ジー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 、ジージージー、ブンブンブン、ブンブンブン、始もブブンチンジジブブジジブジジブブブジジブジブブジジブブジジブブジジブブブジジブブジジブブジジブダメだよジジ入ってこないでくださいよ。いやでも一週間後ろに一週間後ろ一丁紙も一丁紙とか、いや何が売れるか分かんない、売れないですよこんなもん。なんかの話が来た時あ僕もちょっといや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 僕もやってましたよね、やってましたね、俺もやってますから何でも絡んでいかない、いや何でも良すぎですよ。いやちょっとも絡んでほしい、ちょっとどころじゃなかったですよ今だって途中から有吉さんについてこみたいになってましたね握ってました俺の歌だったのに、ひどいよひどい、知ってますよ。いや乗ると損だなと思いながら、いやなすいません万が一が、すいません万が一あるけど、すいません、これ別に乗る必要はないなと思って。いや、楽しそうだ。歌い出しがさ、はい、なんかな、はい、ちょっとなんか、夏の、うん、なんか、はい、どっちに子供相手にすんのか。でも最初から子供相手にしようなんて大人の浅はかな知恵じゃ絶対子供は喜ばないって言うからね。そうか、そうか。あやっぱり。でも団子さん。大人が真剣に考えた歌で子供が、うん、あれ、え？なんか引っかかってきたぞ子供っていうパターンが多いからね。あのパプリカ的なことだってそうだとしますもんね、うん、はい、パプリカ、うん、はい、ペップペップペップ、ちょっとパクったらパプリカ、ああはい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 、どうぞ、暑い夏のま、日差しに。才能ないよ。今日のメールテーマ一応本の話ということで。あ、届いております。早いね、みんなね。やっぱりね、はい、ありがたいね、うん。本当にリスナーの皆さんにはね、もう本当感謝。うん。うん、もうね、喋、はい、るパワーもないんでね。支え合いましょう。なんか送ってきてくれるのは本当に感謝ね。うん、そうですね、うん。今日でもインスタでね。はい。本番前ね、ちょっとやっぱこの激しいラジオリハーサル前疲れてますっていうね写真載せたらね、リハーサルなんて当然するわけないんだけどだら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 、ね、ネットを見ながら漫画を見ながらただただ待ってるだけなんだけど、激しいリハーサルで疲れましたみたいな写真、うん、嘘の写真載せたらさ、はい、なんかどっかのおじさんか知らないけどさ、お前だけじゃないぞみたいな。まあ頑張れよ。兄貴ブロックしてやる。インスタで。インスタでそんなもん求めてないんだよ、おじさんの。お前だけじゃない。頑張れよだって。弱音だと思われたんすね。インスタで。インスタで嘘の写真載せてるんですよ。お前だけじゃない。頑張れよ。もうすぐブロックしてやったから。もうコメントも消えてると思いますけど。もう平気だよ、もうそんなのもう。ああ、そんな。50手前でな、もうおじさんからアドバイスもらいたくないんだもん、インスタに。しょうもな。ラジオネーム、頭の中の野菜畑。
インフルエンサーの山本さん。え？はい。SNS で投稿するとき何か心がけていることありますか？ああ。ないだろ、無意識だろ。いやいや、振り、もう酔ったときにはしないっていうのは絶対心がけてますね。あ、そうなんだ。はい。はい、よく次の日の、まあ、政治もちろん言わない。うん、ね。そして、まっすぐストレートに伝えるってこと。塩さーと、はい、塩さーと、醤油、パプリカ。いや、パプリカ出てきちゃダメ。パプリカからちょっと反らさないと。そうか。はい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 。はい、ラジオのカッペン、FM 滋賀、山本さんが自伝を出す。はい。そういう時は、雑巾臭い平気そばの話で。ない。あれ、僕の紹介した店じゃないですから。いや、まだ言ってんのこっちのセリフなんですよ。ラジオネーム豚のあご肉 FM 鹿児島。私漫画読むときは電子版を iPad で読むんですが、小説はなぜか本を買いたくなり購入します。本棚パンパンですが眺めてるだけで満足します。まあね、わからないではない。本棚見てね、わかります。本棚ありますあります。ある。はい。本棚ゼロ。あ、すごい。もうそう、電子にしたんですね。全部。はあ。うん、僕、目も悪くなってきて、なかなか物理的な本も難しくなってきましたね。まあちょっとね、はい、多分老眼的なものも ね、強くなる。本を読む回数とか減ってくるね。ちょっと疲れるんだよな。そうなんですよね。ピント回らなくなってくるし。はい。マギリ読むの？いや読まないです。読まないですけど。そうだね。いや、ちょっと待ってください。も大変だしね。いや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 。そういうわけじゃなくて、なかなか読む。今日テーマ本でさ、はい、本読まないっていう、その本、あの話聞くわけないだろ。読まないですね。嘘終わっちゃうよ、そんなの。そうだ、読まないんですけど、あの、まあ、読むとしたら、でもやっぱり図書館で借りることが多いですね。なんか意外と。図書館見つけて近くの。わざわざ会員カード作って、そうなんだ。じゃないとなかなかやっぱ、お金が、やっぱなかなか。こういう、まあ自分たちも本出したりとか、CD、まあ曲出したりとか。はい。DVD 出したりとか、はい、まあ、権利ビジネスに絡むことが多い、この業界の人間が言うことじゃないな。いやいやいや、ちょっと待って、図書館。ダメなんですか？そろそろ。図書館入れないもん。そろそろ、作者にお金が。あ、そうなんですか？うん。いや、それ図書館の便利さはよくわかるけど、ね、まあ、俺らが、まあ、言う、コメントじゃないね。すいません。買ってほしい。まさか。すいません。いや、なんかやっぱり、お得だし。自分が出すっていう立場になった時、それ、大変だぜ。だって出版とか本出してる人なんてすげえそれ大変じゃん。そうですね。確かに言われてみれば確かにそうです。お金にならない。まあ、同じ業界の仲間をね、の首を真新しく締めてるようなもんだよね。いや、そういうつもりだけじゃないですけど。唯一喋ったのが。自分の生活レベルだと、やっぱり図書館かなっていう。なんでそんなに。ワンツーどっちもパンチが悪い。ちょっと待ってくださいよ。はい、ミセスグリーンアップルでマジック。さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー東京半蔵門から生放送です。今月のアシスタントはタイムマシン3号山本とグリーンピース牧野です。はい。さあ、続いてはこの1週間のニュース、有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。ホットドッグ大会、須藤美希9回目の優勝。アメリカ独立記念日の、ニューヨークコニーアイランドでホットドッグ早食い大会が開かれ、女性の部でアメリカ在住の須藤美希さんが9回目の優勝を果たしました。うん、須藤さんは10分間で39個半を食べました。2位は33個半を食べた YouTuber の海老原まよいさんです。あの、俺大食い、まあ、まあ大食い今も現役ですごい好きかって言ったら、ちょっと大食いフードファイターみたいな人のこともちょっと詳しくなくなってきたんだけど、うん、はい、まあホットドッグ大会なんか結構ね、まあ見てたんだけど、ですごいなと思うんだけど、はい、ちょっとまあルール変えてほしいっていうか、ちょっと別競技でいいんで、はい、あんまり水飲まない形のホットドッグ早食い、まあ大食い大会やってほしいなと。ね、なんか、ピッチョピチョ。毎年これそうですよね。もう、ピッチョピチョ、ホットドッグ。口の周りとかも、テーブルとかも。ふやかしてね。あれがちょっと、なんて
ていうのはちょっとなんか俺の見たい大食いとはちょっと違うんだよね。だからこそやっぱこの番組もちょくちょく大食い大会ね、年末なんかもやるんだけど、あんまり水をガバガバ飲まないっていう、やっぱり大食い大会ね、やっぱこう提案していきたいなって思うんだよね。まあ、この番組ではちょっと大食いではなかったんですけれども、はい。まあ、水を飲まないからね。はい、まあまあ、量はね、まあ、こういうのに比べるといかないんで。まあ、水も飲まないし、飯もほとんど食わないですよね、まあ、この番組は。須藤さんは10分間で39個半。はい、まあ、はい、俺ら水飲まないから、まあ、20ぐらいだとは思うけど。1個半ですね、皆さん。ほぼほぼ。1個半。とにかくホットドッグをピチョピチョにしたい、やっぱり、ホットドッグ、大食い大会を俺は、自分で主催していきたいなと思って、ね、こっちとはまた違う、こっちはこっちで、はいはいはい、まあいいんだけど、人気もあるしね、素晴らしい大会なんだけど、うちらはホットドッグ、水なし、ビチョビチョにしない、早食い大会っていうのを、ね、提案していきたいなと思ってます。普通に多分1個2個食べ期待してるぞお前、はい、多分1個2個食べて終わりの 大会というか、まあ楽しい回、はい、続いて、はい、続いてのニュースこちら。宝塚歌劇映画 RRR 舞台化。そうらしいね。宝塚歌劇団が世界で大ヒット公開中のインド映画 RRR を宝塚で舞台化すると発表しました。宝塚歌劇創設110周年となる2024年の開幕を飾る星組公演 RRR 宝塚、うん、R がちょっと、うん、R という、はい、宝塚の R、はい、トップスターレイ誠さんが制作96億円のアクション大作の舞台版に挑みます。ドゥドゥラ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 。自分のオリジナルも出してて。はい。ワーチファン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 チュンワーチファンチファンチュン。ヘイ。夏夏夏夏夏夏ナトゥナトゥ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 ナトゥトゥトゥナトゥ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 ナトゥトゥナトゥトゥトゥナトゥナトゥナトゥトゥトゥナ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 。先ほどは失礼です。本当です。すいませんでした。失礼しました。はい。ちょっと宝塚の人ともね、はい、あるあるある、楽しみだね。綺麗っぽいね。めっちゃ興味ありますね。結構あれ、あるあるあるはもうインドのもう男臭いね。はい。もうヒゲボーボーの、ね、胸毛ボーボーの筋肉ボーボーのおじさんたちがやってる。うん、だとかあれを宝塚の人たちがどうやって ね、やるのか楽しみだけどね。繊細で力強いんでしょうね。うん。ちょっと楽しみでございます。楽しみです。はい。ニュース、はい、続いてはこのニュース。タランティーノ監督キルビル第3弾の可能性を否定。否定。クエンティン・タランティーノ監督はキルビルボリューム3が実現するとは考えていな ないと語りました。監督は、私の最後の映画は男性の映画評論家についてだ、うん、そして舞台は70年代だと話したそうです。そうなんだ。タランティーノの最後の映画のタイトルがロサンゼルスを舞台にしたザ・ムービー・クリティックであることが明らかになっており、映画監督を引退すると繰り返し発言してきています。そうなんだ、はい、タランティーノね、キルビルね、はい、一発目のキルビル見た時ね、黄色いトラックスーツ着て、あ、黄色い鬼塚タイガーのね、はい、スニーカーあれかっこいいなと思って、はい、街中探しまくってね、黄色の鬼塚タイガー売ってないかな、うんうんうん、探し回って探し回って結局緑のプーマーの、ね、スニーカーを履いてしまいましたけどね。作業が過ぎるでしょ。色も違うじゃん、メーカーも違う。ダシックスしてくださいよ。苦い思い出ありますいいんですよ、そんな小話。なんだよ、なんだよそれ。苦い思い出ありましたけど、なんだお前、俺の青春の話してんだろ今。青春だっつって。手に入らないんだよ。だから当時はその、ね、なかったんだよ。その、ネット通販みたいなものもあんまり。そうだ。街、もう、走って探すしかなかったんだよ、その頃は。
時代でした。結構新宿、渋谷、池袋、下北沢、高円寺、いろんなところを探しに行ったんだ。黄色い鬼塚タイガーを探しに。はい、結局お前を緑色のプーマ入ってましたけど。いや、ロチャカリンちゃんリンじゃないですか、もう。ねえ。タランティーノね、我々世代は特に好きですよ。かっこよかったですね。いいですね。何が好きですか、タランティーノ。知ってますか。いや、レザボアドックスとか。レザボアドックス、はい、はい。あ、いや、かっこよかったんですよ。どういう内容ですか。レザボア、殺し屋たちが、なんか、とにかくあの、黒いスーツがとにかくかっこよくて。うん。はい。この前、俺も、レザボアドックスみたいな、はい、雰囲気で、はい、楽しかったな、秩父の方で。いや、あれ、喪に服してるやつですよね。はい。みんなで、一周年、一周年って、一周、ごめんなさい。失礼しました。一周期でしたね。はい。あれ、レザボドックスみたいな。はしゃいでしまいました。そんな気分でいたんですか。ちゃんと喪に服してください。はい。ワーギル知ってるの。僕、でも大好きです、本当に。タランティーノ、はい。タランティーノ大好きで。何が好きなの。最近だとそのイングロリアルバスターズ。イングロリアルバスターズ。はい。あの、ブラピです。ブラピのやつとか。はい、最近もなんかすごいかっこいいの取り出して、あ、またなんかすごいな、みたいな感じ。一番イングロリアルバスターズなの。俺絶対嫌だな。俺タランティーノの作品で一番イングロリアルバスターズでは絶対にないね。本当ですか。うん。最近ではなんか結構面白めだったような印象があるんですけど、イングロリアルバスターズが。はい。ちょっと納得いかない。すいません。すいませんでした。いや、絶対パルプフィクションとかに勝てないだろう、絶対。イングロリアルバスターズだなんて言うなんて、ちょっともう、映画評論家にも程があるよ。ちょっと待ってるか？つぶりすぎでしょ。絶対に。いやいや、最近のだと良かった。いや、タランティーノの、もう引退が近づいてて、今までのタランティーノの作品でどれが一番いいって聞いてて、イングロリアルバスターズ。いや、つぶりすぎでしょ。すいません。わ、いいけど、はい、本当にそうだったらいいけど、ちょっとつぶったんだとしたら早めに謝ったっ。申し訳ございませんでした。ブルだよ。ブルなって。すいません。なんでブルんだよ。言いたくなっちゃったんです。なんかすいません。本当に、はい、街の賢者。はい、あなたワンカッパーダンボーラーが街の賢者となって世直し、いろんな人のアドバイスをもらっています。なんだけど、ちょっとメールも来てるから申し訳ないから読もうかな。あ、はいはい。すいません。はい。ラジオのハトコは授乳中 FM 三重。私は昔本屋さんで働いてたんですが、読んでみたけど面白くなかった、うん、なんか思ってたのと違った、終わり方がしっくり来なかった、エロい漫画だと思ってたのにおっぱいすら出てこなかったなどと、とんでもない理由で返金、交換を求めるお客様いらっしゃいました、もちろん返金も交換もお断りさせていただきますが、それなりの頻度で来ていたので、こんな大人にはなりたくないなと思って。いるんだよ。なんでも、どこでもそんなやついるのよ。もうろくでもないってから世の中なんで。マジでこんな人だらけだから。あ、そうなんですか。ほんとそうよ。世の中って。そうなんですね。マジで SNS やってた、ほんとに一番よくわかったよ。あ、こういうクズいるなっていう。な、あれが可視化されたよ。めっちゃわかります。今まで闇に潜んでたあいつらが姿を現したなっていうのが、まあ、俺ツイッターの一番の、まあ、功績だったね。自分のこう人生を歩んでいく中で。あ、いるぞ、こういう奴らを街にって思ったよね。まあ、そうなんすね。ラジオネーム高速進化 F の栃木。山本さんの類似タレント森脇健児さんは、走ってるだけ、ね、走る男、はい、ランニングマンという書籍を出されています。2008年4月から放送が開始されたテレビ番組走る男にて、森脇健児が北海道洞爺湖から沖縄首里城まで1年間日本縦断をウルトラジョギングにチャレンジした記録を本にしているらしい、はい、山本さんも赤坂ミニマラソンの記録本にしてはどうでしょうか。まあでも面白そうですね。はい、うん、してください。いやいや、一読してください。ぜひその際は一読お願いします。一読帯もよかったら帯もお願いします。帯もお願いいたします。はい、ラジオネーム黒羊 FM 群馬。有吉さん、この本も間もなく発売のよう、キャッチコピーどう思われますか。芸人という病ん、著者マシンガーズ西尾龍。あ、そうなの。芸人っていうのは病なのかもしれませんね。ザ・セカンド準優勝を果たしたマシンガーズ、そのツッコミ担当西尾に芸人ドキュメンタリー本だって。なんか
いろいろ。これなんか前やってますっていうの聞いたな。ああ、そうそう。うん。9月21日。1760円という驚くほどの高額。購買意欲下がるわ。そう言われるとそう聞こえますね、なんかね。町の賢者です。はい、あなたはタッパーダンボーラーが町の賢者だって世直し、いろんな人アドバイスもらっています。ラジオネームカンパチ太郎、FM 岡山、元乃木坂46西野七瀬とバラエティを頑張っている山田裕貴の真剣交際がニュースになっていました。ニュースを見てみると出会いのきっかけはゲーム、かっこモンスターハンターで、ゲーム内でコミュニケーションを取っていくうちに恋愛に発展したそうです。ゲームから恋愛に発展するのか。とりあえず私がしたことのあるゲームにハマっている芸能人を列挙します。ポケモン GO、 高須委員長、加藤浩次、谷原章介、うん、まあ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 、ドラクエウォーク、伊集院光、戸次重幸、片岡愛之助。やめろやめろやめろ。揃いも揃ってなんだ。またドガスとチャゴスばっかりゲームしやがって。こっちはピカチュウとゼシカと一緒にゲームしたいんだよ。おい、本田翼、うん、ドラクエウォークかポケモン GO 始めろ。俺はモンスターボール、かっこ金玉、と勇者の剣、ペニスを磨いて待ってるぞ。ラジオネーム、全自動パスタマシン。ベッキーが寿司屋の一人ランチに行った際、おまかせでオーダーしたら17,600円を請求されて驚いた話をテレビで披露したらしく、この話題について記者から取材を受けた弁護士は、メニューや料金の記載がなくても違法ではない。おそらくベッキーさんもネタとして、寿司だけに話されているのであり、内心では納得していると思う。時価といっても寿司だけに、以下用にも決めることはできないため、その都度対象に値段を尋ねてみるといいでしょうとアドバイスをしていました。寿司だけにっていう。寿司だけにうるせえんだよ。いや、まだネタとしてはわかるけど、以下用にもがお粗末すぎるだろ。弁護士のお堅いイメージを取っ払いたかったのかもしれないけど、これ言わない方がマシ。ノーモア親父ギャグ、プリーズユーモア。ラジオネームパンチドランカスサイト、 FM 仙台、女子バレーボール元日本代表木村沙織が夫の日高雄二郎と大阪で経営しているカフェを年内限りで閉店するらしく、ネットでは閉店理由が別の仕事で多忙を極め、重ねて妊娠出産でなかなか店に出れない木村の代わりに、店を切り盛りしている夫の日高氏の接客態度が原因なのではと指摘をされているそうです。Google の口コミでは5段階評価中 1.6 という低評価で、集まったレビューにもかなり辛辣のコメントが。沙織さん大好きで訪れました。旦那、全く接客に向いてない。旦那さんの知人のようなお客が本当にギャーギャー騒いでてうるさいです。旦那さん接客向いてない、完全に足引っ張ってる、などなど声が多数上がってました。おい、客、言いすぎだろ。もっと寛大になれよ。この世はラブ&ピースだろ。ラーメン二郎に接客態度求めないだろ。焼肉、小倉優子に行って小倉優子が店にいなくても驚かないだろ。店員の接客態度が悪い焼肉小倉優子に行ったと思えば、行った自分にも多少の落ち度があると認めざるを得ないだろ。しょうもない飲み会で話すエピソードトークが一つ増えたと思えば安いもんだろ、分かってくれるか。だったら一つしかつけなかったその星、今すぐ星二つに修正してこい。そうなんだ。嫌だね。なんかでもさ、はい、ね、なんていうの？見えるじゃん。見える店があるじゃん、中が。はいはい、あれ、まあ入りやすいっちゃ入りやすいんだけどさ、なんか、めっちゃ、なんていうの？店員で同士で盛り上がってる店って入りにくいな。まあ、そうですね。すごい。うーん、って言ってる店。表でやんないでほしいな。そう。もう、なんか、やだな。この前も、店員が、携帯見ながらチンポ触ってて、金玉書いてて。え？和食の店だよね。携帯いじってチンポいじってて。やだなって言ってさ。見られてるからさ、気をつけてほしいよな。そうですね。せめてどっちかにして。どっちか、せめて。いや、携帯だ。せめて。チンコいじってるの嫌だ。ラジオネームは、ロンよりショコの大ライス。
20キロのダイエットに成功したモデルが体型をキープするため、そして太らないよう心がけている4つの簡単ダイエットテクを告白。1、食事と食事の間隔たっぷり空ける。体内で消化してデトックスさせるため、さらには消化期間リラックスさせるため12時間以上空ける。2、隙間時間に簡単なストレッチやマッサージをする。体幹や引き締めたいパーツにアプローチしつつ体の柔軟性が高まるストレッチをする。3、体重やサイズの測定を極力しない。数字にとらわれすぎて気分が落ちたり変にプレッシャーかかってしまうので1ヶ月に1回測定する。4、体がギリギリ入るサイズの服を用意しておく。きつくなったかもと感じたら食事をコントロールしたり、太ったと感じるパーツの引き締めをすると。179センチ、56キロの僕が太らない方法を教えます。1、食べない。食べるから太る。食べるほどの金はない。2、隙間時間に水を飲む。もう一度、食べるほどの金はない。3、インスタ映えをするようなご飯は極力食べない。小皿に肉片が盛られションベンみたいなソースがかけられて1万円はアホすぎる。スタ丼食ったほうがマシ。4、このような簡単に痩せられるダイエットの記事は見ない。簡単に痩せようとしている貴様の根性が今の怠惰な体を作っていることをもっと自覚した方がいい。よく不健康と言われますが、痩せてから文句言え豚人間。どっちもどっち。さあ、有吉弘行さんでないとドリーム1時間近く経ちました。ラジオネームちびひげドーナツ。昔古本屋でバイトしました。いつも優しく声をかけてくれる仲良しのおばあさんがいましたが、連続万引き犯でした。え私と仲良くして油断をさせていたそうです。あの時のことを思い出して今でも悲しくなる。怖いね。ラジオネームともとも FM 大分。最近全国的に本屋の閉店相次いでいますが、僕の地元の大型書店純駆動大分店も今月末閉店。28年の歴史に幕を閉じます。ネットでは味わえない本との出会いがなくなるのは寂しいですね。まあ、よく言ってることだからね。もう、最もよく言ってます。こんなに乱暴に。乱暴ですよ、随分。まあ、ほんとそう思う。いや、そうですね、確かに。はい、いや、そうだなと思う。それしかないですね。はい、最もよく言ってる。同感、うん。そうですね。確かに。はい、同感でしかないです。はいはい、もうちょっと優しくしてもよかったかもしれないですね。そうだね。確かにね。みたいな。そうだね。ね。ラジオのゆずつも。静岡 FM。昨日、さくらももこ店行ってきました。直筆漫画をじっくり見て回り、癒された後、公式図録本を購入。3500円と大奮発しましたが、一生大事に読もうと思います。うん、いいじゃん。いいと思います。一生読んでください。そんな豪語みたいな。金のマンタ、FM 岩手。すみません、北原さん。もう一度タイトル、本のタイトル教えてもらっていいですか。はい。おかえりネアハーソーです。なんつってんの北原。なんつってんのおかえりはい。おかえりネアハーソー。そう何何んんじゃない、何来たら沖縄、はい、目玉だけ。お、沖縄目玉だけって言ってねえか、来たら。キノコのお話です。違います。その竹の話。一部の地域の方、この時間でお別れ。また来週も聞いてください。お相手有吉と。はい、食べました。山本と。グリーンピース、牧野でした。聞ける方はこのままお願いします。さあ、2023年7月9日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはタイムマシン3号山本と。グリーンピース、牧野です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。サンデーナイトドリーム。好きなハリウッド俳優ナンバーワンはティム・ロスですけどもね。もうすいません、ちょっとツーブってしまう。すいません、ちょっとツーブってしまう。かなりツーブってますよね。ブルース・ウィリスです。実は王道。めちゃめちゃ王道。定番中の定番。いや、アンティーノの映画の中で、はい、何がいいっつってたら、マキノがイングロリアル・バスターズだって、はい、嘘ついてたらさ、うん、高井さんまでさ、つぶるわけじゃないけど、俺もイングロリアルバスターズなんですよ。つぶってきちゃってさ、嬉しかったです、僕は。一歩も見たことないっつって。そうなんですか？北の国からだよ。
高井さんだって北の国からが一番好きだよ。田中邦衛が一番好きなんだから。そんな人がイングロリアルのわけないでしょ。俺なんてティムロスだから。すごい。みんなって。すごいですね。全員潰っちゃってもう。どうしちゃったんですか。山本ではなんでお前一番好き。シュワちゃんですよ。なんでツーブルの。どこがツーブってんの俺。何週間回ってるのかな。逆にやお前それ。え？何週間回ってるシュワちゃんってやつだろ。まっすぐシュワちゃんですよ。まっすぐシュワちゃん。いや面白いじゃないですかシュワちゃんの映画って。いやちょっとそれツーブった言い方してるよな。逆にシュワちゃん今シュワちゃんみたいな感じの言い方。それバック。だったらそれなんかありそうっすけど、ベネディクトカンバーバッチだろ。いや、ツーブリすぎてでしょ。お前ベネディクトカンバーバッチのくせにさ、なんでお前シュワちゃんの格好つけるんだよ。格好つけるなよ。シュワちゃん格好つけるんだよ。ベネディクトカンバーバッチで。ベネディクトカンバーバッチの格好つけてるでしょ。オーランドブルームだろ。いや、格好つけてるじゃん。何シュワちゃん。シュワちゃんなんで格好いいっすか。この世界、え、おかしな世界だよ。お前、ツーブルだって。どこがツーブってんですか。シュワちゃん映画なんだよ、じゃあ好きな映画。シュワちゃんじゃなくてもいいよ。じゃあ一番好きな映画。ターミネーター。お前、どこがつぶってんのこれ。何ですよ、お前。うなぎだろ。いやいやいや、今村翔平、うなぎじゃないんですよ。今村翔平、うなぎ。うなぎのくせに。お前、そういうの、するわよ。人生で一番のうなぎのわけじゃなくて。ねえ、おしゃれすぎ、おしゃれなんかそれって。おしゃれじゃないよ、ね。おしゃれでもないぞ。不気味な映画だよ、すぐすぎるでしょ。役所広司さんね。そうですね。普通ですよ。いやだねー、本当になんか格好ばっかりつけて、そうですかね。なんかさ、はい、せめて自分の好きなものとかさ、はい、ぐらいはさ正直に言いたいよね。いやいやいや、ね、おおなんかその誰かがどう思うかなとかじゃないじゃない、うんうん、全然、はい、まあもちろんそうですよ、お、はい、好きですよ僕でも。だからいやそれはもうタイタニックとかね、ああ、はい、それジブリとか、うんうんうん、ああいうもう本当に大ヒットしたものが、はい、アナ雪とか、ああ面白いです、ね、それでいいわけじゃない、はい、そうなるとさちょっとやっぱなんか嘘つく人いない、うん、ああ嘘つく人、うん、はい、ディズニーアニメだと何が好き。ディズニーは、美女と野獣ですよね。またまたって何またまたって何ですか。すごい好きでランドとかも結構行ってて、ランドなんて行かないだろ。いや行ってたんでCだろ。いやいやそれカッコつけてるんですか。俺ずっとカッコつけてる風になってんだ。ランドカッコいいですか。さっき何だって言ったっけ好きなの。え美女と野獣ですか。美女と野獣じゃないだろ、はいはいはい、お前面白いですよ。本当のこと言っていいぞ。本当のこと。本当のこと難しい。えカッコつけてんのかな俺。カーズだろ。カーズカーズですか。やるよカーズ今度テレビでカーズ。いやカーズは別にそんな王道でもないし本当に美女たち好きですね。本当、はい、好きです。ベルトベルト野獣。あいやいや まあ、ベルト野獣なんですけど美女がベルっていう。あれディズニーランドの美女と野獣乗ったことある。あ最近行ってないんですよ。ほら嘘ついてるじゃん。俺は乗ったことあるから、ね、映画が好きだっていうだけであってシュワーッと舞台が広がるんだあれ、はいはい、ティーカップみたいの乗って、あはいはい、シュワーッともうダンスホールに招待されるからねいきなりそれぐらい俺は好きだから美女と野獣。あつぶってません。つぶってないよ。いやめちゃめちゃ一般的な意見言ってるじゃん。本当ですか。そういうもんが好きだって言ってメジャーが好きなんだ俺。え僕も好きな野球選手だ。映画好きな松井選手。まったまお前大谷だろ。何でかっこつけるんだよ。お前はな、よくないよ。世代が絶対大谷翔平に決まってるじゃん。いやまあ関わってない。今やっぱり僕野球部だった。関わってない。野球部だった時に。お前野球なんて関わってないだろ。野球部だった小学校の時に野球部だった時に。松井秀喜と何の関わりがあるんだ。松井秀喜と俺同級生だからね。そうですけど。すげえ。憧れてたっていう世代。俺なんてゴジラ世代って言われてんだよ。情けない話だよ。今は大谷さん目指せないですけど当時は松井目指してた時もあったんですよ。一番好きな松井秀喜なの。はい。もうもろ巨人戦を見てた時。やっぱり中継にかじりついた時松井でしたね。マキロは？いや僕はあの口震わせるそれがもうカッコつけてる。いやいや違いますよ。もうなんかいや緊張するんですよ。出し抜いてやろうみたいな。いやちょっと待ってください。口に合ってた今不敵な笑み不敵な笑みとさ口震えてもう待ってましたみたいな口の震えしてたの。それがダメなんだよ。出し抜いてやろう。いや違いますよ。好きなものポンって言ってほしいんだよ。いや好きなアニメ何ドラゴンボールですそれでいいんだ。なるほど、うん、一番最初に思い浮かんだやつでいいと思うんです、うん、お
ほんと松井秀喜です。いや、ほんとなんですよ、これ。違いますよ、俺松井なんですよ、好きなの。今野球見てないじゃん、じゃあもう。今野球見てて、ゴジラ松井なんて言うわけないだろ、お前。いや、なんか昔のイメージ。待望してんだよ、監督を。そろそろなるよ、それは。そうですね。個人の監督なるけど、はい、それ、はいまあ、今解剖しなくていいだろ今大谷でいいだろすいませんなんだよすぐお前らゴゴジラすいません最初見たのかあれ、はい、侍のやつドキュメントアマゾンプライムで今やってるめっちゃいいよあれそうなんそうですね佐々木朗希のやつ見てないの佐々木朗希が打たれたと悔しいもうグローブ叩きつけてさクワってやつ大谷翔平も勝った時はグローブバーって投げつけたやつ ありましたね俺ロンハーとかでピッチングの体力テストのやつでグローブ投げつけたらすげえ苦情くるんだよ。いやだからもうダメだよ。はいはい松井の件ですか。いやあと、はい、俺グローブ投げたらさ、はい、パーングローブ道具ね、はい、粗末にするんだとかね、うんうんうん、子供が見てたらね真似するだろうとか言うんで言えじゃあ大谷翔平にも。あ、なるんだよ。興奮すると。あそうですね。グローブなんてもうね、あれ、もう自分であれ野球部の頃ね、買うんだよ、あれ、道具なんて。はいはい、で、もう、硬いからさ、もう叩きつけたりさ、うん、油塗ったりぐちゃぐちゃにしてさ、うん、やるんだよ。でも、もう、何年間も同じグローブ使うんだ、俺らなんて。うんうんうん、もう、仲、友達ようん、そうですね。叩きつけたり、もうランドセルも。うん。うん、あれがいいんだよ、野球は。はい、グローブってすごいなと思うんだよ。粗末にしてんじゃないんだ。あれ、感情表現なんだ、あれですよ。食いやがってああいうことですよ野球もやってないやつが道具粗末にしてるしてないんだよ大事にしてんだよ、うん、そうですよいやで佐々木朗希がすごい泣いたりさすごいんだよ泣いて、ね、泣いてもう本当にで最後吉田が打ったりとかしたら、はい、で負けが消えた瞬間にもう泣いちゃったりしてさもうすごい裏側までずっと撮ってんのアマゾンプライムでちょっと見てないだろそういうちょっと見てないですねで大谷翔平も見てないんだろうだからそんなこと言うんだよ今野球好きな野球選手誰だったらゴジラだって今言うなよそれはわかるけどはい、はいはい、大谷翔平って言ってくれないかマキナまだ、じゃ俺すぐだったからあれだったけど、ちょっと考えて。口震わして、うん、不敵な笑み浮かべて、後に松井秀喜だった。そうなんだ。ちょっと時間あったんで。星稜高校の時代の。いやいや、そんな、活かしてないですよ。すごすぎるでしょ、それは。星稜高校時代、知らないですもん。フォアボール。敬遠しかされてない。敬遠された時に、真央がいいですね。いやいやいや、そんな。あの頃が最強でしたよ。渋すぎる。あの頃が一番打ったんじゃないですか。いいよ、そんなの。大谷翔平って言えよ、早く。すいません。好きな野球選手誰だゴジラ松井。大谷翔平って言ってよ、お前だけはもう。ゴジラ俺なんてもうすぐよ。はい。聞いて。え、違うのでもいいですか、うん、次のサッカー選手はどなたですかね堂安律か。いや、めっちゃ、めっちゃなんか、かっこつけてるじゃない聞いたことめっちゃかっこつけじゃないですか何が最近覚えて。何最近覚えましたね。そういう感じの。絶対。はいやな、かっこつけてたな、今。そうですね。結構熟考してたし。好きなサッカー選手誰カズですよ。それは、三浦カズ。またそれゴジラと一緒だから。見てないじゃん。見てない。三笘でいいだろう。ああ、三笘か。三笘。僕もほらサッカー部でやっぱり憧れ。俺すぐ堂安律。いや、そう、かっこつけてますよね。三笘でいい。口震えてなかったと思う。震えてはいなかったですけど、はい。でも熟考はしてました、だいぶ。熟考っていうか、まあ、二個迷ったね。三笘か、はい、まあ、メッシか、うん、堂安律か。メッシの中じゃあ、堂安律が一番ちょっと格好つけてますよ。格好つけてねえよ。メッシでよかったですよ、全然。なんでだよ。はい、好きなバスケ選手なんだ、マキロ。バスケ選手田淵。田淵せえね。田淵せえ。田淵せえ。ダメだよ。知らないんだよ、知らないけど。格好つけるのやつってんだよ。格好つけてるわけじゃない。好きなバスケ選手誰って言ったら、あ、僕知らないですよ、いいじゃん。なんか格好つけて。田淵だって。田淵せえだろ。田淵せえじゃん。ああ。すいません。それで八村だっけ言うな。そうだ。難しい。難しくないよ。素直になろうぜって、イングロリアルバスターズって言うなさってんだよ、だから。そうだ、そっからだよ。そっから始まってんだよ。すいません。大谷翔平とも言わないしよ。かっこいい。ラジオネーム、カンパチ太郎。FM カラー。有吉さん、僕の好きなジブリ映画は、千と千尋の神隠しです。はい、かっこつけて。そうなんですね。ま
トトロでしょ。いやいや、人それぞれだと思いますけどね、僕は。はい。トシエの髪隠し、カッコつけすぎでしょ。トトロもなんか縛ってカッコつけてるような気がしますけどね。ラジオネーム小島瑠璃を。一番、山本さん。はい。一番好きな、マクドナルドのメニューなんですか？ビッグマック。めっちゃちゃんとしてるでしょ。カッコつけて食べるみたいなアピールがすごい。何言ってもだよ、もうそんな捕まえられ方したら。フルチーズバーガーでしょ。で、そうとも限んないでしょ。フルチーズバーガー、そんな限んないでしょ別に。ビッグマックでしょ。黙ってビッグマック。他を語らない。ビッグマックなんて高いな。そういう理由ですか。あるでしょそれは。だって小さい頃あんまり食べられないでしょ。確かに自分のお小遣いで、だからこそ憧れで好きで、なんかいいことあった時ビッグマックってパカッと開けるあの現地じゃないですか。現実味がないちょっと無理背伸びして。ああそうでした。ああ、はい、なんかあれはじゃあ好きなアニメ。ドラえもん。そんなわけない。そんなわけない。そんなわけない。で、映画も含め、映画も含め。マジで。そんなわけない。え？え、ちょっと。そんなわけない。そんな。いいですか？リバースしても。何が？好きなアニメ、あるさん。すぐ出るよ。あるさん、好きなアニメ何ですか？お邪魔が山田くん。いやいや、ちょっとタコでやってもいないよ、別に。何なんですか？ニッチ狙いすぎでしょ。知らないですよ、僕は。知らないのはお前の勉強不足じゃないですけど。それは違うだよ。え、ドラえもんはないだろ。いや、ドラえもんはないですけど。お前好きなアニメなんでじゃん。待って、口振るわ。いや、口振るわすね。口一回聞くなよ、俺に。好きなアニメなんですか。好きなアニメ。そういう、聞いてんだから、そうやって。ワンクッション置くなよ。はい。それがもうカッコつけてるんだ。すいません。いい意見言おうと思ってるから一回飲み込むんだ。違うんですよ。違う。すぐ言わないと。そうですね。シンプルに。はい。え、いい？はい。好きなドラマは？ほら、山本、口振っちゃって。思い浮かばないですよ。なんでだよ。このプレッシャーの中で。じゃないですって言えよ、じゃあ。ないくはないっすもん、だって。好きなドラマ出ないじゃん、好きなドラマ。急にこの。カッコつけんだろ、どうせ。言ってみろってわけじゃん。じゃあ、いいよ。時間やるから。え？好きなドラマ。好きなドラマですか？うん。聞くなって。はいはいはい。すいません。もう終わんないよ。華麗なる一族。え？助けつけすぎだよ。カレー？いや結構こだわりがあるんで。そんなわけないから。一番好きなドラマがカレーなる一族。確かに。山本なんだ。一つ屋根の下ですね。カッコつけすぎ。いやこれもダメか。カッコつけすぎ。大ファンなんですよ僕。あそう。はい。もうロケ地行くぐらい。ロケ地行く。その杉並の。そうなの。はいはいはい。俺サイレント。めっちゃ最近あっさくないですか。確かに。なんか言ってましたけど聖地。俺も聖地ぐらい。いやあれロケで通っただけでしょあれ。見てないよ。見てないわ。見てないわ。そうだ、見てなかったわ。そうだ。ウォッチングマッチング。現在出会いの場となっておりますマッチングアプリ。リアルな体験談、トレンド、活用法、マッチングアプリに関することを報告してもらってます。ラジオネームネクストドア FM 三重。休日の午後、扇風機の前に陣取り、アプリのメールチェックを始めるものの、本日も一件の通知もなくがっかりした俺は、暇つぶしに自らの足指を使った人形劇をしてみることに。右お父さん指。あれ？隣の奥さん、ノーパンで、こっちに悩ましげな視線を送ってる。左お母さん指。今日、旦那出張なの。お茶でも飲みにいらっしゃらない？右赤ちゃん指。パパ、どうしたの？右お父さん指。ああ、僕ちゃんは昼寝でもしてなさい。パパちょっと出かけるから。自作自演の即興とは思えない、迫真の不倫、寝取られ者ですっかり興奮した俺は、メール受信を知らせるスマホを投げ捨てて、夕暮れまで汗だくでしこりまくり。夏の休日を一人エンジョイしたのだった。だよこれ。マッチングアプリのこと言えた。アホだな。ラジオにちゃんこって FM 栃木。帰
国子女でありながら童貞であるという一見矛盾しているかのような共通点を持つ俺と荒川よしよし今日も俺の家でマッチングアプリで知り合った女の子たちとの合コンの反省会に勤しむ自分。昨日も結局ノーマッチングだったっつうの。おいよし、お前今時髪型坊主はねえよ。終始女の子にハゲイジされて全然エロい雰囲気にならなかったわ。よしよし。いや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 、まず俺ハゲてないしね。どっちかっつったら童貞のくせに女の子にパイプアピールしてたそっちのがキモいって。はぁ、童貞ならそっちもだろ。てかこの前水曜日のダウンタウン見た？やばくね？まだ見てない。ベッド残ってる。ああ、あるある。あ、ちょっと待って、あ、カルピス入れてくるわ。アラサになってできた無二の親友よし。勇気を出して一人でハプニングバーに行ったものの、ペッティングする男女の横で虚空を眺めることしかできずにいたのがその店で俺とよしの二人だけだった。そこからの付き合い、居心地がいいからこそしばらく彼女なんていなくてもいいやと無意識に思っていることを俺たち自身は気づいていない。いや、気づかなくていいのかもしれない。そんな初夏。ねえ、このエブイタもう見た？俺が店に返すとこから借りてっていい？まったく。今年も暑くなりそうです。あよし。あれかよしよしさんももう50ぐらいだろ。かんないだろ、俺だと。ラジオの三平。夏は冷やしが売れるということは、チンチンを冷やせばモテるんじゃないか。そう思った私は、プロフィールのまどろっこしい文章を削除し、冷やしチンチン始めました。キンキンに冷えたビンビンのチンチンを、陰身にインしたい。そんなあなたを未体験ゾーンへ導きますとクールに書き直したところ、わずか1週間で全国の激エロサマーガールから80件メッセージが殺到。これは生半可な冷やし方じゃ満足させられないぞと嬉しい悲鳴を上げた私は、ドライアイスをパンパンに詰めたクーラーボックスの横っ面に直径5センチの丸い穴を開け、そこにチンチンをぶち込んで極上の冷やしチンチンを仕込んでいたのだが、あまりの痛さ冷たさに耐えかねてチンチンをインしたまま気絶。翌朝股間の痛みで目を覚ますと、私のチンチンは完全に壊死して黒ニンニクのように変色しており、丸穴から引き抜いた表紙にポロッともげて布団の上に落ちました。今期の冷やしチンチン、日の目を見ることなく売り切れでございます。終わったらよろしく。東京ハンズオン JFN スタジオから生放送、有吉力サンデーナイトドリーマーですけどもね、ラジオも卓球ゴリラ FM 長野、有吉さん、僕が一番好きなスーパーマーケットは、うん、ライフです。知らないよ。何でもいいよ別に。ラジオのカッペン、有吉さん、僕が好きな中華料理は、うん、鶏のカシューナッツ炒めです。カッコつけて、そうです ねこれは何ですか、山本さん。ラーメンです。それダメです。それ中華料理とは言い難い。もうもはや日本料理と言って、ああ、ちょっとそこの議論になるじゃん。ああ、そうですね。それ問題提起しないで。そんな一石飛んじゃ取れないですけど。よくないと思います。ああ、そうですか。あとやっぱり日中関係のこと考えて、そこまで大々的なこと言ってないですね。僕ダサいよね、それ。なんかっこつけてとか以前に投じてみたいな、いやいや、自分がこう会話の起点になったみたいな考え方がダサすぎない？結果ダサいですか？ダサい、めっちゃダサい。ラーメン？違う、ラーメンダサすぎる。餃子、餃子、餃子なんですね。国民食でしょ餃子も。もはやラジオネーム、アナナシカラシレンコン福島 FM、 山本さん、はい、好きなコーヒーチェーンの店なんですか？スターバックス。これは決まりました。ダサい。ダサい。ダサいです。ダサいんだ。一番でしょ。ドトールでしょ。いや、ない。スターバックスの方が。スターバックスさ、やっぱりまだ、なんとか、なんとかペラ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 チーノでしょ。難しくて、自分で注文できないよ、みたいな、しょうもない会話するタレントいるじゃん。はいはい。
ああいうやつが発生する場所もうそういうまだちょっとそういう「ああ振り高いよ」って言ってるアホがいるんだよ。だからそれまだほら、まあ、どうそれでしょうね。ダメだ、ちょっとおしゃれいじりされてるようなコーヒーチェーンだから、俺らにとっても確かにまあ普通は別に何もと思うけど、うんうん、そういうやつがいるんだよまだ。だからそういうのダメです、ドトールでしょ。ドトールダメか、ドトール、ドトールなんですね。まあまあ確かにそうですね。これ簡単だよ、はい、ラジオネーム砂クジラ FM、 静岡 FM、 山本さん、はい、何ラーメンが好きですか。醤油っす。ダサいね。今のはお気に入ったっていうかさ、もうなんかさ、はい、これ言っとけばいいでしょうっていう、なんかそのはい、全国民調査クイズ1位は何でしょう、醤油みたいな感じだったよ。自分が好きなもの言ったって感じじゃなかった。全然。それもクイズ当てに行ってるだけだもん。いや、それ自分の感情が乗ってない、それ。全く違う。俺のしてる質問の意味とって。めっちゃ言われるな、俺。ダサすぎるよ。自分がないんだと思う。めっちゃ楽しいな。この人自分がないんだなと思った、今。驚いた、今。あ、そこまで言っちゃいました、俺。醤油だって。はい。クイズ答えてるわ、この人と思って。もう一問もらっていいですか。もしよければ、自分出します。ラジオネーム、はい、夜嫌いの夜行性。さじください。山本さん。はい。一番好きな音楽アーティストは頑張って頑張ってミスターチルドレン。いや、考えすぎだよ。質問がさ、なんでだよ。考えすぎでしょ。今考えちゃいました。それはサザンでしょう。なんで。それは好みでしょ。サザンでしょう。世代にもよろしい。好みでしょ。サザンでしょ絶対。どちらもうなんなら。サザンかビーズ。いや総売上的にもやっぱり。いや売り上げだったらミスチルも変わんないですよ。いやちょっとこれダメだね。そん。今びっくりしたね。びっくりするようなラジオネームスイッチ。山本さん。はい。好きな寿司ネタ何ですか。マグロ。絶対にマグロ。間違いない。最初の最後マグロネタ終わってマグロで始まる。マグロ。乱獲に繋がる。何言うそうなの。曲。はい。シャモ夏恋注意報。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と。はい、タイムマシン3号山本コーチと、グリーンピース牧野がお送りしています。俺好きなアーティストはね、シシャモ。流れたからね、はい、はい、さっきのね、はい、山本なんだっけ、アーティストですか、ミスターチルドレン、ミスターチルドレン、はい、あとなんか言わなかった、なんだっけ、はい、ミスターチルドレンだっけ、はい、でサザンとビーズとおっしゃいました、サザンとビーズ、はい、そんな話で終わったっけ、そこら辺で終わりました、ね、まあなんか醤油ラーメンみたいな話とか、ああその一個前は、はい、忘れちゃったけど、はい、いい、ラジオの黒羊、はい、FM 群馬、はい、有吉さん、私の父は大の江川卓ファンなんですが、うん、江川は高校時代が一番すごかったって言ってて、つぶってるんですかね、つぶってない、これはもうひゃもうめっちゃよく言われてるやつだ。これはもう本当にもう昔の人全員言うやつだから、もうもう特にもう解説者とかも言い倒してそれをもう刷り込まれちゃってそう言ってるだけで見てもねえのにっていう作新学院の、ね、なんでもなんでもないです普通のおじさん大谷ですから、いや、あ今はそうです、今はそうです、ね、どう考えたって最強でしょう、そうでした、はい、そうですね、違いますか、いや間違ってました、いやいやそうだと思います、本当に、はい、合ってると思います、本当にそう思います、はい、はい、なんで待ってんだよあのな、はい、イルカじゃないんだからお前、すいませんすいません、イワシくださいじゃないんだよ、触りました、なんかずっとそんな指示待ちでした今、はい、餌待ち人間になってるよそうなっちゃいました、質問くださいみたいな、すいません、言いたいみたいな、えずっと怖くて、怖い方なの、山本はもう言いたいよ、俺も言いたい、山本そっちなんすか、うん、うん、そっちなんすか、すごいなラジオネーム砂クジラ、はい、もう牧野にはもう質問来ないもんね、怖いですよ、怖いですもん、だって僕ずっとイングロリアルバスターズって言っちゃうからまあもうカッコつけるから、申し訳すいません本当に、ラジオネーム砂クジラ静岡 FM 放送、山本さん、はい、好きなお菓子なんですか、はい、ポテトチップスですよそりゃそうでしょポテトチップスなんていう言い方がダメよ、やっぱり、はい、どこのとかパッとすぐ言わない、カルビーのとか、ああそうかそうかそうか、それで言うとピザポテトですね、
はい、ね、その前なんかピピピピピって一瞬でコンピューターが動いたみたいな言い方、それで言うとピッタパッタってするじゃないんですよ。違うじゃん話が。そんな嫌な言い方してました。塩味の顔してたくせに、ちょっと隙を与えたらピッタパッタピッタパッタピッタパッタじゃないんだよ、格好つけちゃって。ロボット古いんですからですか、僕のロボット。ラジオネーム三角地 FM 三重、山本さん、はい、一番好きなゲーム、ドラッグエイです。そらそうでしょ。ドラゴンクエスト。トランプでしょ。いやいやいや、ファミリーゲームじゃないですよ。サブトンの上でみんなでやるゲームじゃなくて、やでしょ、ファミコンゲーム。そういう解釈？テレビゲームじゃないよ。確かに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 と大きな声で参加してきたのお前、なんだ一番好きなゲーム。すいません。今アピールしたの。いや、アピールしたやつ、僕。会話に入ってきた。終わって入ってきた。いや、確かに。いやいや、もう、いや、皆の注目を集める。いや、違い方したな。違います、なんだよ、一番好きなゲーム。ウーノです、ウーノです。ウーノ。トランプに引っ張られすぎだよ。いや、だって、いや、なんか感心したんですよ、人生ゲームでしょ。じゃあ、ちょっと待ってくださいよ。なんで、ちょっと待ってくださいよって。いいじゃん。だって、怖いんですよ、僕。何が怖い？怖いんですよ。じゃあ、注目集めるリアクションするなよ。わかりました。注目集めたわけじゃないんですけど。当ててくださいの言い方だったろ。あ、本当当ててほしくないです、僕今。じゃあもう目伏せとく。下向いてずっと、じゃあ。下向いて。有吉ランド。大型テーマパーク有吉ランドで遊んだ感想。園内で起こった出来事、苦情などオーナーの私有吉に報告してもらっております。ラジオネクストドア FM 三重、10月からランドのチケットが1万円に値上げするというニュース見ました。原材料費高騰のためと言っていましたが、遊具の動力はキャストによる人力、フードコートの料理は汲み取り便所の肥料で育った野菜や家畜、すべて自給自足で運営している有吉ランドで、それはおかしいと感じました。ディズニーに便乗するにしても、現在の800円から1万円の値上げは高すぎます。どうか価格設定もう少し考えてください。ちょっと、ほんと難しいんですよ。経営が。800円っていうのが、今まで安すぎたなって感謝してもらってね、感謝されても苦情言われる筋はないですけどね。1万円でも安いと思いますけど、まあ、1万円払えない人に来てくれとは言ってませんから、ね、こちら強気だな、随分経営方針、ね、ラジオネーム日陰からアロハFM 長野、オーナー有吉さん、毎度有吉ランド楽しませてもらっているんですが、フードメニューだけ改善してもらうことできないでしょうか。生チョコ、生ドーナツ、生ロールケーキに生カステラ、生キャベツに生焼きそば、生味噌汁、生カレーに生ウインナー、生でんぷんに生母乳に生しょんべん。生ってついてるから全部うまそうで、帰宅後毎回腹壊すんですが、やめられません。食品に生ってつければ何でも売れるという、マーケティングセンスは経営者として素晴らしいんですが、経済的にも肉体的にももう限界です。ご検討よろしくお願いします。難しいね。でも本当嘘ついてないからね。まあ気をつけて。まあそれぞれがね。ラジオのミスターキン。有吉ランドは飯がまずいという噂。失礼なこと言うなよ。有吉ランドは飯がまずいという噂を聞いたので、実際に行ってみて真相を確かめてきました。まずは入り口付近にあるイタリアンレストラン、チンポデフェロモン。ここはメニューがマルゲリータ1本で勝負しているお店ということで、マルゲリータ注文。見た目は美味しそうなピザで期待して、一口食べてみるとチーズがものすごく伸びたので、これは何だろうとよく見てみると、防災頭巾についている白いゴムに焼き目がつけられているものでした。噛み切れず吐き出した後、チュロス専門店、チェゲバラに行きました。次こそはと自慢のチュロスを頼むと、棒状の段ボールに白い粉が振りかけてあるやつが出てきたので、一口かじった段階で吐き捨てようとしたんですが、
まあ、白い粉がハッピーターンの粉のようで段ボールごと食べられてしまいました。皆さん、チュロス、ギリ食べるんです。ラジオの三平、業界激震？この夏、有吉ランドに究極のナイトプールがオープン？関東最強の映えスポット？見渡す限りおしゃれギャル？禁断のトップレスビーチ完備？オープニングセレモニーにはアスカキララさん登場？というハテナマークだらけのビラを見て有吉ナイトプールに行ってきました。詳しく報告する気力もないので印象に残った点箇条書きにします。真っ暗激狭25メートルの掘りごたつ式プール豆電球泥水無駄に深い非常に臭いトップレスのおじさんだらけパンツレスのおじさんも見た1時間6000円なめんな金返すデッキンですもん。これ来なくていいですか。本当にこういうマイナスプロモーションだな。めちゃめちゃ嫌だね。侵害です。許せません。ラジオにカンパチ太郎へもかえも。有吉ランドは毎朝スタッフ全員で社訓を読んでいますね。うん、本来漏洩禁止ですが、とても素晴らしい社訓なので皆さん聞いてください。一つ、有吉オーナー神様。一つ、贅沢は敵。一つ、腹が空いたら水を飲め。一つ、眠たい時は舌を噛み切れ。一つ、腹パンされても文句は言うな。一つ、吐血は努力の証。一つ、血便はダイヤモンド。一つ、給料なくとも笑顔で挨拶。一つ、生命保険は加入しろ。一つ、有吉ランドは治外法権。一つ、労働基準法は適用されない。一つ、死ぬまでやめれぬ、あり地獄。有吉オーナー、本日86連勤目なんですが、久しぶりに吐血しました。努力の証見せることができてよかったです。あと吐血すると昼ご飯にふりかけがついてくるのでお昼ご飯楽しみです。頑張ってください。ラジオネーム卓球ゴリラ FM 長野。有吉さん、私が一番好きなアイスの味はチョコミントです。かっこつけすぎ笑わせようとしてるもんね、うん、それよくない。こんなん全然だ、笑わせようとしてるんだもん、うんうん、いい加減にしてほしい。ラジオネームオラゲン FM 熊本。有吉さん、僕一番好きなパスタ料理はペペロンチーノです。もうパスタ料理って言って時点で僕パスタです。スパゲッティです、うん、ケチャップのやつでしょ、うん、ナポリタンとかね、はい、ラジオに土佐犬人間FM コーチ山本さん、はい、一番好きな動物なんですか。犬。犬、はいはい、あ、うーわ、来た、初めて来たよ。すごい、そういうことでいいんだよ。 ありがとうございます。牧野は、犬。僕も犬です。どうしたの、震えてたよ。これ無理やり言わされてて。すいません。震えちゃいますね。違うの。いやいや、犬ですよ、もう。すごい震えてる。俺らが無理やり強要してるように思えるじゃん。だって、今の、震えて犬って言ったの。震えながら犬って言ってんのよ。いや、違います。猫だろ。いやいやいや、犬です、犬です。おい。いや、犬です、犬です。はい。ラジオネーム、カンパチ太郎。FM 岡山。山本さん。はい。片岡鶴太郎といえば何？はい、ヨガですね。おでんでしょう。今のっていう話じゃないですか。大谷翔平さんからすると今っていうことなんで。だったらもうファッションでしょ。インスタのファッション。インスタのファッション。おしゃれですけど。おしゃれ。最近そうか、ファッションか。そうだな。こんなことやってらんない。バカバカしい。続いてはタモリクラブ。40年間続いたテレビタモリクラブ。終わりましたんで、こっちでやってます。勝手すぎないですかね。いいんですか、そんなことやって。あっち勝手に終わりました。勝手にってか、こっちは続いてほしいのに、もう勝手に終わりました。もうこっちでやってます、多分。いやいやいや、そう、勝手にしょうがないでください。ラジオネーム、赤い月、FM 栃木。アルフィー、高見沢。タオさん、ガールズバンドをプロデュースしませんか？興味あるね。あ、じゃあ、くじ引きでメンバー決めてもらいます。ハズレもあるんで弾かないように気をつけてくださいね。ボーカル、ギター、ベース、ドラムのくじを弾くタモリ。はい、じゃあ読み上げていきます。ボーカル、小沢仁。ギター、
寺島進むベース日野翔平ドラム松下由紀ちょ、タモさんこれ全員外れじゃないですかいやいや、タモリ。いや、キーボード次第いけると思うけどなと言い、ごちゃ混ぜにしたくじから1枚引く。高見沢。あ、キーボード、うん、小室哲也お、これちょっと先が見えたね終わり。ラジオにカンパチ太郎。FM 岡山。毎度おなじみ、ルーラの番組、タモリクラブです。今日のテーマは、包皮で包める限界を知ろう、ということなんですが。これどう？包皮余ってる？翔平。タモリさん今日のために、チンチンの余った顔しっかり伸ばしてきましたよダルンダルンになった包皮を見せる翔平。いやー、湯葉みたいだなじゃあ、卵から包んでもらおうか。おい、楽勝ですよたやすく卵を包皮で包む翔平。もうさすがだなあ、じゃあ、次はスイカを包んだのかなはっ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 包みました苦虫を噛んだような顔になりながらも、スイカを包んだ翔平。いやぁ、すごいねあ、じゃあ最後、はい。私、包んでもらおうかな。ちぎれるチンチンの皮がちぎれるちぎれるタモリの頭を、包皮で包んだところで、ギブアップした翔平。翔平。タモリさん、すいません。俺のチンチンの皮じゃ、タモリさんの頭しか包み込むことできませんでした。ぜひ半年後リベンジさせてください。必ず成功してみせます。天を仰ぎながら涙を流す翔平。いや、まあ、そりゃいいんだけど、そろそろ包皮から頭出してくれながら、息できないんだよ。テロップ。良い子は真似をしないでください。ラジオネーム、ネクストドア FM 三重。今日はタモリ3分クッキングということで、いろいろ食材並んでますけど、何使おうかね。六角聖地。あ、クレープなんてどうです？僕、好物なんですよ、グレープ。多分、ブドウだろ？サクセな。慌てて、アナルにゴーヤを突っ込む六角。あ、タモさんこれ、すごくいいですゴーヤチャンプルなんてどうです顔をくしかめるタモリ。もう食い物出そうなよ。多分。もう、田口くん、それ三つ葉？いいね、俺大好きなんだよ。満面の、エミの田口博正。あ、本当ですか。僕も大好きなんですよ。気が合いますね。タモリクラブにおけるデブメガネ枠を脅かされ、悔しそうに唇を噛む六角。あげよ。ラジオにも背中にはいつも幸せのポップコーン。空耳あわ。はい、安西はじめ。翼の折れたエンジェル来てますね。多分、いやー、あるかね。あ、見てみましょう。翼の折れたエンジェル、あいつも、翼の折れたエンジェル、餃子食えないリューチェル。安西。お今のリューチェル本人ですよ。えタモリ。あ、もう一回見てみようか。すげえ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 。あります。たまに。あるよね、じゃないんだ。別に。ラジオネーム赤い月。今日タモリクラブ4時間スペシャルでーす。大泉洋。ああ、タモさん、この漬物、樽から飛び出してくるのは誰でしょうか。唐突だね。わかんないけど、まあ、噛んで池谷幸雄かな。はい、正解は漬物の樽から池谷直樹が飛び出てくる。タモリ意外と惜しいね。はい、それじゃあ皆さんさよならいや、尺足らないんじゃないのここから残り3時間50分、総集編が流れる。内容は、問診を受けるタモリ、注射を怖がるタモリ、血管が細すぎて看護師に切れられるタモリ、点滴打ち始め、2秒で寝るタモリ、検尿の尿が出ずに、
他人のコップから尿を盗むタモリって。ちょっと。